はい、やってきました。やってきました。ね、アマゾンに今日は特別出張バージョンでね、はい、関西国際空港からね、はい、経由して今どこですかね。これブラジルの、ブラジルの秘境のとこですね。そうですね、はい、ブラジルまではサンパウロの空港からね8時間ね、ジープで行きまして、もう日帰りなんだよ、早く行きます、はい、ちょっと行ってみましょうかね。はい、サンキューさん、よろしくお願いします。アマゾンマナティとかカワイルカっていう動物がね、アマゾンとかね、実際行けないもんね。うん、岡山で体験できるということで、水だね、あれ、あ、上に、あれ、わ、アイバって言います。お、すごい、かわいい、すごい、ナマケモノ寝てんのかな。先ほどどうですか。そうですね、涼しいですね、やっぱ中涼しい間違いないです。アマゾンの密林と同じぐらいな環境なんですかね。うわ、すごいですね、ジャンケンさん、これどこ行くんですかね、これ。アマゾン、やばい人、あ、消えちゃう。なるほど、こういう感じで楽しめるっていう。うわ、面白い。入ります、入りますか、はい、気持ちいいね。チュンケさん、あ、います、チュンケさんいます。ほら、歯の下に、あ、こっちもいますね、歯の下に。あ、います、います。うわ、ジャンケンさん、ほら、ほんとにいます、います。今日、溜まってますよ、これ。ちょっとよくわからん。クオリティ高いのと、なんかいろいろいて楽しいですね、これ。回転がね、また。結構値段は食べますか。うん。置物だから全然しっかりしてる。すっごい量。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうした。そうですね、ちょっとね、ちょっとスケジュール的にちょっとギリギリだったんですけど、はい、これからちょっとサンパウロの空港に戻って、そうですね、はい、またね、イタリア経由してちょっとバカンスを、はい、モンゴル空港、
ね。そうですね、うん、あ、そうですね、あともうちょっとしたらモンゴルモンゴル、はい、あと4時間後にモンゴルで、ありがとうございます。モンゴルで、はい、お疲れ様でした。というわけで、何月までやってるのかな。これは、アマゾン店は8月の25日までやってるということで、はい、ぜひよろしくお願いします。アマゾン店に来ました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。